10月11日と12日、静岡市のツインメッセ静岡で静岡元気応援フェア2014を開催しました。開会式で川勝知事は、静岡県は健康寿命日本一、皆様にはこれからも元気の源である食生活を大事にすること、運動を怠らないこと、社会参加することを続けていただきたいと呼びかけました。会場では食や健康、福祉に関するおよそ80のブースなどを設置、食のゾーンではチャッピーと食育宣言、健康ゾーンでは体力測定や体操教室、福祉ゾーンでは車椅子の体験などが行われ、会場は大いににぎわいました。またステージでは県民体操デイバイデイ静岡や県内の各地域で実施されている介護予防体操など、健康を増進するためのプログラムが紹介されました。今回で12回目となる静岡元気応援フェアには、2日間で5万人以上が来場。健康の増進に関する様々な情報を発信し、健康で活力ある暮らしを促進するものとなりました。